ートレース多摩川の第24回神奈川新聞社賞シリーズの初日メインカードが発送されています。12レースの多摩川選抜戦です。出場選手は1号艇徳増秀樹、2号艇鈴木博士、3号艇田中剛、4号艇伊藤誠司、5号艇中辻隆人、6号艇雲野幸四郎、以上の6選手です。待機行動は下りに進んでおりますバックストレッチが、まず1コース高額支持を集めての登場、1番徳増秀樹です。今日は5レース眼光鋭く差し場突き抜けました、白星発進としております。そして2番の鈴木博士が2コースということになってきそうです。鈴木前半差し切れずのレース大敗となってしまいましたが、内有利にここを巻き返したい選抜です。そして徳増の相手候補に上がるもう一人、3番の田中剛、今節地元主力どころはセンター戦の選抜戦です。あと3艇も枠なり、そしてダッシュをつけています。4コース角1、4番の伊藤誠司です。そして5コースには5番の中辻隆人が、今日は1つ目差しからトップへと立っていきました中辻です。6コーススタンバイ6番の雲野幸四郎と収まりました。初日メインカード多摩川選抜戦の12レースです。枠なりで3対3、進入コースは内から1、2、3、ダッシュが4、5、6です。スタートが切られました。内コース中コースとあまり大きな差はなく、外枠勢は劣勢傾向のスタートからの1周1マーク。2番の鈴木、そして中行く3番の田中ですが、バックストレッチへ抜けていきまして、ここはトップ争い持ち込まれている人気の徳増、苦しい体勢。3番地元田中がまくり出しから内を取って、トップ争いは第2ターンマークへ。スタートは正常。さあそのトップ争いは3番の田中がコーナー先手、田中抜け出して戻ってまいりました。さあこれより2周回目に入っていきますが、1号艇徳増は現在外目振っていきましての2番手、そして3番手ですが2号艇鈴木が鋭い差し構え、先手の6番雲野をわずかにしのいでいます。前の2人が3番1番、その後2番鈴木が旋回、6番雲野が外から行きますが、バック3番手2号艇の鈴木が優勢、すぐ外に6番の雲野が追走。この3番手争いの後方は差がついて、4番伊藤、5番中辻です。2周にマーク、先頭から3番田中に1番徳増、その後2番の鈴木が主導権つかむ3番手争い。6号艇雲野はここも外を追って遅れを取って、3番手は2号艇鈴木、大きくリードを築いて戻ってまいりました。あと1周です。上位の体勢は3番、1番、2番でこれから最後の第1ターンマーク。さあ4番手からは6号艇の雲野幸四郎、だいぶ差がついた位置から前方の内の方を伺っていきますが、後続4番伊藤もおりまして、ますます鈴木との差は広がっております。上位の体勢は3番、1番、2番が続いております。人気の軸を捉えました3番の田中剛、1周1マーク、まくり出しから内優勢にの運びとなっていきまして、シリーズ初勝利、選抜戦を制していきそうです。3、1、2の体型です。12レースのゴール順です。3番田中、1番徳増、2番鈴木です。後方6番、4番、5番が五輪。以上第12レース多摩川選抜戦でした。